フォートナイトのブースに行ったんだけど、俺これ正直ね、一番自信なかったの。自信なかったっていうか、これなんかうまくいかねえだろうなと思ったけど、これ正直、その気持ち的には一番俺面白かったわ。マジで。MC の人がえげつないぐらいうまくて。MC えげつないぐらいうまくて。ゲームの知識もあるし、解説もめちゃくちゃうまいし。で、その繁盛っていうやつがいたんだけど、あいつが可愛くてしょうがなかった。もう可愛くてしょうがなかった。これめっちゃおもろかった、俺やってて。一瞬でに、一番自信なくて、わ、大丈夫かな、練習もできてなかったし、全然正直。わ、大丈夫かなと思ったけど、これめちゃくちゃ面白かった、やってて。おもろかったわ。で、受けたのがさ、そう、繁盛マジでね、マスク、毎回マスクして登場するらしいんだけど、いやでも、うんこちゃんの視聴者に嫌われたくないんで、俺ここだけマスク取りますわってマスク取って出てて。多分あれ絶対裏でウームのやつで怒られたよな。それ以外のブース全部マスクして出てて。いやでも、俺エモンに嫌われたくないんで、うんこちゃんも嫌いですよねみたいな。じゃあ、俺マスクしないで出ますわってマスク取って出てきてて。こいつすげえなと思ったわ。あれ笑ったマジで久々に。他人の。毎回マスクして出てんだよ。本気で。ここだけはマスク外しますってマスク外して楽屋帰ってマスクして出てたわ。次のブースもマスクして出てたわ。こいつがあいつすげえ面白いやつだなと思うんだ。これちょっと見てみてみんな。おもろかった。いや、繁盛とか全然可愛いよ。あいつだってさ、なんか、なんだっけな。僕は人生で2度だけマスクを外したことがあります。なんとかというイベントと、うんこちゃんと絡んだ時です。あいつ自分で言ってたぞ。あいつもう今日死ぬ覚悟で俺と絡んだんだぞ。なあ、意味わかんねえだろ。クソ可愛くない、そんなの。俺がマスクしてる配信者全員嫌いだって言ったら、いや、うんこちゃんが言うんだったら僕マスク外しますって、わけわかんねえタイミングでマスク外して、俺と絡み終わったその後の放送マスクして入れてたんだぞ。可愛すぎるだろあんなの。そう、なんかフォートナイトかなんかのブースで一緒になったやつ、かわいいでしょ。あの後事務所に怒られたらしいぞ。あいつウームかなんかだよね、多分ね。あいつウームだよな。お前ウーム裏切って加藤純一と絡むんだったらマスク取らなきゃいけないって、どう考えても賢い人間だったら、俺かウームだったらウーム取るでしょ。ウームの人に怒られつつも、まあ、あいつの視聴者とあいつやべえからつって捨て身でマスク取って出てきたんだぞ。そういうのやっぱおもろいなって思っちゃうんだよな。別にマスク取んなくても俺は何とも思わなかったのに。かわいいってなっちゃうんだよな。だからもうクビになったらもうムラッシュにもう受け入れ体制、もういつでも僕は拾う気、ムクロ拾う気持ちで配信してます。ハンジャの顔覚えてないから実質ノーリスクだった。俺もちなみに覚えてない。あいつの顔、なんかちょっと縦に長かったなっていう、ツアース系の顔だったなっていう気持ちはあるけど、もうあれ以来会ってないから。あれ今年だっけ、去年だっけ、あれ去年だっけ、あれ今年だっけ、それすら覚えてない。あれ俺繁盛とか去年だっけ、あ、今年なんだ、今年の4月だって。俺去年だと思ってたわ。うっすら覚えてる。まあでも別に顔もなんか精湛な顔つきだったよ。去年は自転車こいでた、いや一昨年かな、自転車こいでたの。去年なんかニコラジずっと出てた記憶あるわ。で今年はなんかちょこちょこ出て、その一つに繁盛がいたんだろうな。ねえ、マスクしなくてもいいよな。